はい、皆さんこんにちは、論外です。今回ねターゲットストライクの動画をね前回出したと思うんですけども、今回はね後手固定の特化の動画を出そうかなと思いますので、よければ最後まで見ていただけると幸いでございます。でいつも通り右にね、まあ、目印ちょっと見にくいんですけども、あと目もね載せていくので、よければ参考にしてみてください。で今回はね前半と後半で動画2パターン用意しました。雑魚が残る場合と残らない場合、2手目にあると思うんですけども、そこの紹介をさせていただきます。ではね早速やっていきましょう。はい、ということでやってまいりました。ではね早速やっていきましょうか。まず1手目なんですけども、墓石があると思うんですよね。このちょっと見にくいと思うんですけども、ひびが入った墓石があると思うんですけども、そこのひび割れの左に矢印先端を合わせてください。そうすれば基本的に初期値どの位置でも、まあ赤いポイントにね止まることが可能です。で多少ねここで左中心より少し左にね配置することが大切です。はい、続いて2手目なんですけども、しっかりねこれシールドと雑魚とシールドと雑魚4判定拾って中心付近に配置します。この際ねスライムを左にずらしてください。この左にずらす作業がねめちゃくちゃ大事になってきます。アバウトで OK です、ここの角度は。はい、続いて3手目ですね。右の通り、雑魚が残って、上に残っていない場合は、シールドをしっかり4判定拾って、ゲージをちゃんと決めて、中心に止まってあげてください。これでね、しっかり配置ができます。残っていない場合はね、若干その左に矢印向けて、縦軸で弾いたけどね、かなりやりやすいと思います。はい、続いて 3P ですね。上にね、雑魚2体連なっていると思うんですけども、数字があると思うんですよね。そこに右端矢印を合わせてください。そうすれば基本的に的の付近に止まることができます。ここねちょっと15ポイント取り得ないんですけども、12ポイントですね。取れないんですけども、しっかりね、ポイントは稼ぐことができますと。はい、続いて5手目ですね。縦勘で上から行ってください。で、シールド通ってしっかり、下壁通ってあげれば、しっかり中心に止まることができます。はい、続いて3手目にね、雑魚が上に残るパターンですね。今まで通り1手目、2手目はね、同じように打っていきます。はい、ここですね、上に雑魚がいますよね、先ほどと違って。この時は縦勘で大丈夫です。また手でちょっとずれても大丈夫です。まあ、左のシールドに当たらなければ大丈夫ですね。しっかり縦勘でゲージ決めつつやれば、しっかり赤い付近に止まることができます。これが先ほどと違う点ですね。あとは全て一緒です。はい、 4P は右端矢印を数字2つに合わせて打ってあげます。そうするとね、しっかり12ポイントを稼ぐことができます。で先ほどと同様、スライムはね縦軸で上からシールド拾って下壁経由して中心に止まってあげるという感じですね。はい、っていうことで僕が全アイテムと全運極をね、まあ受け取るまでにやった固定打ちの後手の動画でした。どうでしたでしょうか。今後もねこういった周回系クエストのね固定打ちの動画、まあノマクエイトとか出していくので、よければチャンネル登録とね高評価していただけると幸いでございます。ではね終わります。バイバイ。